パスコ・ギプスコアはこのトーナメント準々決勝ファーストレグをホームで1点差で勝利し、今日はセカンドレグを迎えています。このゲームの舞台はここエミレーツスタジアム。チームの勝利を信じるグーナーの声援がスタジアムに響いています。この時間はアーセナル対パスコ・ギプスコア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。アーセナルがこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、まあ、特徴としては、まあ、トップがサイドに開いたウィング的な役割をすることですよね、はい、外に大きく開くことで中央の相手ディフェンダーを引き出して中央にバイトルを作れる強みがありますよね、はい、まあ、このシステムはボランチが特に重要で、一つ前のトップ下とうまくトライアングルを作れるかがポイントになってきますよね。キックオフでスタート。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ準々決勝セカンドレグ、アーセナル対バスコ・ギプスコア。バスコ・ギプスコアファーストレグではホームで勝利を飾りました。ですので今日このセカンドレグは引き分け以上で準決勝への進出が確定します。そうですね、上げる、ナイスいたんですけどもね。このパスには追いつけませんでした。ティーラン・ティアニ、長いボール縦へ。アーセナルとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形で取ることが一般的に言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、長いパスがつながります。スルーパス、このスルーパスは通りません。ジョルジーニョ、ふわっと裏を狙う。ここはすぐ奪い返します。バスコ・ギプスコア、このボールはジェゼス。ボールの奪い合い激しいものがあります。ミケル・メリノがここはファールを取られます。今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。そうですね、まだ時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。さあどこに出してくる、ふわっとしたボール、これはつながりませんでした。ディーラン・ティアニ、ブライス・メンデス、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。スルーパスを狙う、フラッグは上がっていません。シュート、いやー先制、アーセナル相手に先制点をもぎ取ります。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。
相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ。いいゴールだったんじゃないでしょうかね。この重要な試合でまず一歩リードしています。ジョルジーニョ、プレスからボールがこぼれる。久保、ここで長いホイッスル。前半終了です。結果前半1対0、バスコ・ギプスコア、まずは前半先制して折り返しました。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ準々決勝セカンドレグ、アーセナル対バスコ・ギプスコア。バスコ・ギプスコア1点を先制して折り返します。後半キックオフです。バスコ・ギプスコア 1-0 リードです。キーパー前へ蹴り出します。アーセナル、これは奪い返します。ジョルジーニュから右へ、このボールに触ります。トーマス・パーティ、スミス・ロウ、うまいですね。カウンターを仕掛けます。屈せず対応します。ジョルジーニュからジェズス、カウンターを仕掛けていきます。ミケル・メリッチ、アマリ・トラオレ、サー・クボ、スミスロウ、スミスロウから長いボール縦へ、ルーズになる、大きく縦へ、ウヤルサバル、いけるか、裏へのスルーパス、抜けてくる、来たぞ。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。仕掛けるか、クボ、ルーズボール、追いつけるか、抜けてくる、足元大事にいきます。ボールが迫る、さあ左へ預けて、低いボール、シュート、いや追加点、決定的なゴールになるのか。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻められましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。今日2点目です。さあ、共に選手交代があるようです。3ゴールリード、裏を狙っていきます。これをカットします。ディエゴ・リコス、さあカウンターのチャンスになります。ウヤルサバル、ミケル・メリノ、自分で行く、走りまくっています。チャンス来た、足元でシュート、外れたところでホイッスル、試合終了、2対0、これで準決勝進出。
さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。バスコギプスコアとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ準々決勝セカンドレグ、バスコギプスコア、これで準決勝進出となりました。